ヨネックス株式会社代表取締役社長林田草木様よりいただきました。改めまして、琉球ブルーファイツの、メンバーです。琉球ブルーファイツのチームについて紹介をします。先ほど、チーム名はブルーファイツ、闘牛という意味になります。沖縄の闘牛の文化、闘牛の勇ましい戦う姿勢といった姿を、この選手たちが、全国に向かって、戦う姿勢と掛け合わせて、そういう希望があるようなチームにしたいという、思いがあります。勇ましく勇猛に、そして戦う精神を持って相手にぶつかっていくということで、正面を向いた牛の形になっています。長年待ちに待った、チームがやっとできたなと、とても嬉しく思っています。今まで沖縄県はですね、全日本大会実業団として、大会に参加することはありましたけど、やはり日本のトップである SJ リーグ、そこにやっぱり目指して行きたいというチームはまだまだ出てきませんでした。今回このようないいチームができたということは、彼らの活動によって沖縄県のバドミントンがですね、もう本当に飛躍的に向上していくんじゃないかと、とても期待しています。個人の目標としては九州総合、自分の方は結構毎年出てはいるんですけど、このまた金城俊君とダブルスでも出場していく予定なので、しっかりダブルスでも成績を残していけるように頑張ります。個人の目標としては全日本社会人、ダブルスなんですけどベスト16以上、そして、九州総合選手権、ベスト4以上を目指したいと思います。やっぱりこう今までこう個人としての目標はあったんですけど、チームとして動くってのはなかなかなくて、やっぱりこうチームとして動くことで目標が一つにもなりますし、やっぱりこう練習の内容も日に日にこう濃くなっていくので、そういったところはすごいとてもいいことだなというのは感じています。全国九州でもやっぱりまだまだ沖縄は弱いと思われている部分もあると思うので、それをイメージを崩す選手チームにしていきたいなって思っています。早原高校を卒業して今は日本大学に所属しています。来年から沖縄に帰ってきて、この琉球ブルーファイツの先輩方と一緒にプレーします。チームのみんな、監督やコーチ、いろんな人に友数が出れば試合勝てるって思われるような選手を目指してこれからも頑張っていくので、琉球ブルーファイツの応援これからもよろしくお願いします。中学生と交流してみて何か思ったことってありましたか？やっぱり身体能力がすごく高いなっていうのは感じました。小学生も中学生もちょっと激しいことをさせたと思うんですけど、やっぱりついてきたりとか、あとバネがありますし、運動能力っていうのは高いなっていうのはとても感じました。子どもたちがその目標にすべき、存在にこれからなっていくんだと思うんですけど、そのあたりどんな風にチームしていきましょうか？まずは、選手に関しては強くなること、そして結果を出すことを、やっぱり要求して求めていきたいなと思っています。まずは、子どもたちにどうするよりも自分たちが強くなり、子どもたちや、周りのファンの人から、好かれるような人間になっていくということが一番なのかなとは思っています。